百薬の使者。一。鶴のような老人である。もう八十歳にかかっているが、品位は年とともについて、孔子の風を備えているし、歯も達者、目もご自慢なのだ。百歳までは生きると、常に言っている。それというのも、 この石州祭には、柳生家は代々が長寿じゃ。二十歳代、三十代で死んだのは、皆、戦場で終わったものばかり。畳の上では、どの先祖も、五十や六十で死んだのはない。という信念があるからだ。いや、そういう決闘でないにしても、 石州祭のような書生と老後を心がければ、百歳くらい生きるのは当たり前にも思われる。協力、天文、工事、英禄、元気、天章、文禄、慶長、と、こう長い乱世の中を生きてきて、ことに四十七歳までの壮年期は、三好党の乱打の、足利氏の没落だの。 松永市や小田氏の工房だのに、この地方にあっても弓矢を置く糸間はなかったのであるが、自分でも、不思議と死ななかった、と言っている。四十七歳からは何に感じたのか、一切弓矢を取らず、例えば、足利将軍の義明が工事を持って誘っても、信長がしきりと招いても、豊臣氏が、 かくといを視界にあまねくしても、その大阪、京都のつい鼻の先にいながら、この人物は、わしはつんぼでござる、おしでござる、というように、世の中からかいして穴熊のように、このかんの三千くを五だ大事に守って出なかった。後に人に語って、よく持ってきたものじゃ。 明日あって、夕べのわからぬ散らん工房の間を、こんな古城の一つが、ポツネんと、今日まで無事にあるということは、戦国の奇跡じゃないか。と、石州祭はよく言った。なるほど。聞く者は、彼の達見に皆感服した。足利義昭についていれば、信長に打たれたろうし、 信長に従っていれば、秀吉との間はどうなったか知れず、秀吉の恩講を受けていれば、当然、その後の関ヶ原には、家康にしてやられている。また、その工房の波をうまく切り抜けて、無事に家計を支えようとするには、恥も外聞もなく、今日はかの味方と見せて、明日はかを裏切り、節操なく、 意地もなく、ある場合には、一族や血縁にすら、弓も引こう、血も見よう、というくらいな、武士道以外な強さも持たなければ不可能なのである。わしには、それができん。と、石州祭が言うのは本当であろう。そこで、彼が今には、世を当たる、技のなきゆえ、 標報を隠れがとのみ頼む見慣れや。と、自衛の一種が開始に書かれて壁の茶がけとなっている。だが、この老子的な達人も、家康が礼を圧うして招くに至ると、昆虫、うん、今将もだしがたし。と呟いて、何十年間の同郷三枚の炉を出て、 京都七区村の高峰の陣屋で、初めて大御所にえしたのであった。その時連れて行ったのが、五男、又右衛門宗則。その年二十四歳。孫の新次郎としとしが、まだ十六歳の前髪。こう二人の雛の手を連れて、家康に越した。そして、 丘陵三千石安堵の墨付きと共に、以後、徳川家の兵法所へ仕えるように。と、家康が言うと、何とぞ、せがれ、胸のりを。と、こう推挙して、自分はまた、柳生谷の山荘へ引きこもってしまった。そして、この又右衛門胸のりが、 将軍家指南版として、江戸表へ出ることになった折に、この老流が授けたものは、いわゆる技や力の剣術ではなく、世を治るの標法であった。二。彼の世を治るの標法は、また彼の身を治るの標法でもあった。 石州祭はそれを、これ皆、死のご恩、と常に言って、ひたすら、上泉伊勢の神信綱の徳を忘れなかった。伊勢殿こそ、柳生家の守り神ぞや。口癖に、彼の言う通り、彼の居間の棚には、常に伊勢の神から受けた新陰流の因果と、四官の小目録とが報じてあり、 気にちには禅を備えて祀ることも忘れなかった。その四巻の小目録というのは、一名絵モ録とも言って、上泉伊勢守が自筆で新陰流の隠し立ちを絵と文章で書いたものであった。時折石州祭は老後になってもそれを繰り広げて忍ぶのであった。絵も妙手で終わした。 いつも不思議に打たれるのが、その絵であった。天文時代の風俗を姿に持った人物と人物とが、殺走とあらゆる太ちの形をとって、白人の残豪をしている図。それを眺めていると、深因表病として、三層のうのきに霧の迫ってくる心地がするのである。伊勢守が、 この小屋牛城へ訪ねてきたのは、石州祭がまだ、兵馬の野心ぼつ,ぼつとしていた37、8歳の頃だった。その頃、上泉伊勢の神は、おいの引田文五郎というものと、老弟の鈴木威迫を連れ、諸国の標本化を求めて遊暦していたもので、それがふと、伊勢のふとの御所といわれる北畠智則の紹介で、 宝蔵院にまみえ、宝蔵院の角前坊院営は小野牛場に出入りしていたので、こんな男が来たが、と、赤州祭。その頃はまだ野牛宗吉と言っていた彼へ話した。それが起源だった。伊勢守と宗吉は三日にわたって試合をした。第一日、 立ち会うと、取りますぞ。伊勢の神は打つところを明言しておいて言葉の通り打ち込んだ。第二日も同じように負けた。宗吉は自尊を傷つけられた。次の日は工夫を凝らし、精神を潜めて体の形も変えた。すると伊勢の神は、それは悪い。それでは。 こうとると言って、たちまち、前の二日と同じように指摘したところへ太刀を与えた。宗吉は画集の太刀を捨てて、初めて標本を見たと言った。それから半歳の間、立って伊勢守を小屋牛場に引き止めて一心に教わった。伊勢守は、長くはと、 を分かつ折に「まだまだ私の標本などは未完成なものですあなたは若い私の未完成を完成してみるがよい」こう言って一つの考案を授けていったその考案問題というのは「無党の立ち遺憾」という工夫であった宗悦は以来数年間 無糖の利法を考え詰めた。神職を忘れて研算した。後、伊勢守が再び彼を訪れた時には、彼の眉は明るかった。いかがであろうか、とし合うと、ん伊勢守は一目見て、もう、あなたと立ち打ちは無駄なことである。あなたは、 真理をつかまれた。そう言って、インカエモクロク四巻を残して去った。柳生流はここから誕生し、また、石州祭宗吉の晩年の東海も、この標法が生んだところの一流の諸星術であったのである。三。今。 彼の住んでいる山荘は、もちろん小屋牛場の中ではあるが、鳥作りの頑丈な建築は、積州祭の老後の心境にはぴったりしないので、別に簡素な一草案を立て、入り口も別にして、全く一個の山中人の生活に余生を楽しんでいる。おつ、どうじゃの。わしが生けた花は生きておろうが。 伊賀の壺に一輪の芍薬を投げ入れて石州祭は自分の生けた花に見惚れていた「本に」とお通は後ろから拝見している大殿様はよほど茶道もお花もお習いになったのでしょう嘘を申せわしは公家じゃなし花や行動の死についたことはない でも、そう見えますもの。何の、花を生けるのも、わしは剣道でいけるのじゃ。まあ。彼女は驚いた目をして、剣道で花が生けられましょうか。いかるとも、花を生けるにも、木でいける。指の先で曲げたり、花の首を締めたりはせんのじゃ。 野に咲く姿を持ってきて、こう気を持って水へ投げ入れる。だからまずこの通り、花は死んでいない。この人のそばにいてから、お通はいろいろなことを教えられた気がする。ほんの道端で知り合ったというだけの縁で、この柳生家の容人である正田貴左衛門に、無料な大殿へ。 笛の一曲をと望まれてついてきたのであったが、その笛がひどく石州祭の気に入ったものか、また、この山荘にもお通のような若い女の柔らかさが一点はあってほしいと思われたのか、お通が、おいとまを、と言い出しても、まあ、もう少しおれ、とか、わしが茶を教えてやる。 か歌をやるかではわしにも少し古緊張を手ほどきしてくれ万葉もよいがいっそこうわびた草案のあるになってみるとやはり三加州あたりの淡々としたところがよいのう」などと言って話したがらないしお通もまた大殿様にかようなおずきんがよかろうと思って。 ってみましたおつむりへおもちあそばしますか無骨な男の家来たちには気のつかないこまやかさを尽くすので「おう、これはよい」その頭巾をかぶりまたとないもののようにおつうをかわいがるのであった月の夜にはよく彼女がそこでお聞きに入れる笛の音が 小屋牛場の表の方まで聞こえてきた。正田喜左衛門は、飛んだ沖に行って、と、自分までが拾い物をしたように嬉しく思っていた。喜左衛門は今、城下から戻ってきて、古い鳥出の奥の林を抜け、大殿の静かな山荘をそっと覗いた。お通殿。はい。 しおりを開けて。まあ、これは。さあ、どうぞ。大殿は、ご所見でいらっしゃいます。ちょっと、お取り次ぎください。機材も門、ただいま、お使いから戻りましたと。四。あふふふ。翔太様、それはあべこべでございます。なぜ私は、 外から呼ばれて参っている笛吹きの女あなたは柳生家の御用人様なるほど刻右門もおかしくなったがしかしここは大殿だけのお住居そなたは別なお扱いじゃとにかくお取り次ぎをはいと奥へ行ってすぐ「どうぞ」と迎え直す お通の縫った頭巾をかぶって、石州斎は茶室に座っていた。行ってきたか大勢のようにいたして参りました。丁寧にお言葉を伝え、大表からとして歌詞を持参いたしました。もう立ったかところが、手前がお城へ戻るとまたすぐ追いかけて、 はたごのわたやから書面を持たせてよこし、せっかくの途上、曲げても小屋牛城の道場を拝見して参りたいから、明日はぜひとも場内へお尋ねする。また、石州祭様にも親しくお目にかかってご挨拶したいというのでござります。こせがれめ。石州祭は下打ちして、うるさいのう。 不況な顔をした。胸乗りは江戸、年々は熊本、その他皆不在とよく言ったのか。申しましたのです。こちらから提供に断りの死者まで使わしたに、押し付けがましゅう立って尋ねてくるとは嫌な奴だ。なんとも、噂通り、吉岡のせがれどもは、 あまり出来が良くないと見える。綿屋で会いましたあそこに伊勢参りの戻りとかで滞在中の伝七郎という人やはり人品が面白うございませぬそうじゃろう吉岡も先代の憲法という人間は相当なものだった伊勢殿と共に入楽の折は二三郎手酒など組み交わしたこともある が、近頃は、とんと零落の様子。その息子とあるがゆえに、見くびって門前払いも済まぬと言うて、清っている若い小せがれに試合を挑まれて、柳生家が叩いて返しても始まらぬ。伝七郎とかいうもの、なかなか自信があるらしゅうございます。立ってくるというのですから、私でもあしらって使わしましょうか。 いや、よせよせ。名家の子というものは、自尊心が強くてひがみやすい。打ち叩いて返したら、ろくなことを言いふらしはせん。わしなどは超然じゃが、胸のりやとしのためにならぬ。では、いかがいたしましょうか。やはり、物柔らかに名家の子らしゅう扱って、あやして返すにしくはない。 そうじゃ。男どもの死者では角が立つ。お通の姿を振り向いて。使いには、そなたが良いな。女が良い。はい。行って参りましょう。いや、すぐには及ぶまい。明朝でいい。赤州祭は、さらさらと茶人らしい簡単な手紙を書き、それを、 さっき壺へ行けた尺薬の残りの一子へ結び踏みにして。これをもって、石州祭事、地と風心地のため、代わってお答えに参りましたと、小せがれの挨拶を受けて来い。五。なお、石州祭から使いの向上を授かって、お通は次の日の朝、 では、行ってまいります。和にして山荘を出た。外車の馬屋を覗き、あの、お馬を一頭お借りしてまいります。そこらを掃除していた馬屋型の小物が、親はお通さん、どちらまでお城下の綿屋という旗子まで大殿のお使者に参ります。 では、お供いたしましょう。それには及びませぬ。大丈夫で馬は好きです。田舎にいた頃から、野馬に慣れておりますから。対抗色の和ズが、駒の上に自然な姿で揺られていった。和ズは、都会ではもう古い服装として、上流の間でも慕っていたが、地方の土豪や、 中流の女子にはまだ好ましがられていた。ほころびかけた白釈薬の一紙に赤州祭の手紙が結んである。それをもって片手で軽く手綱をさばいてゆく彼女の姿を見ると、お通様が通るあの人がお通様かと、畑の者は見送っていた。わずかな間に、 彼女の名が畑のものにまでこう知れ渡っているわけは、畑のものと積衆祭とが百姓と漁師というような窮屈な関係でなく、非常に親しみ深い間柄にあるので、その大殿のそばに近頃笛を良くする美しい女がかしづいているということから、彼らの積衆祭に対する尊敬と親密が、 したがって彼女にまで及ぼしている実証であった。半里ほど来て。綿たというはたごは駒の上から農家の女房に聞くと、その女房がまた子供を背負って、流れで鍋の尻を洗っていたのに。綿たへ行かしちゃれますか。わしがご案内いたしますべ。 用を捨てて先へかけるので。もし、わざわざ来てくださらなくても、およそ口でおっしゃってくだされば用ございますのに。なに、すぐそこだがな。そのすぐそこが、じっちょもあった。ここだがな、わたやさんは。ありがとう。降りて、のき先の木に駒をつないでいると。 いらっしゃいまし。お泊まりですかと、コチャちゃんが出てくる。いいえ、こちらに泊まっている、吉岡伝七郎様を訪ねてきたのです。石州祭様のお使いで。コチャちゃんは駆け込んで、やがて戻ってくると。どうぞ、お上がりください。りから、今朝宿を立つので、ざわざわとそこで草履を履いたり、 荷を肩にしていた旅人たちは、どこの誰のお客紅茶ちゃんについて奥へ通ってゆく彼女の、ひなに稀な峰と、どことなく老をたけているとでも言うか、品のある姿に、目と囁ささきを送っていた。夕べ遅くまで飲んで、今しがたやっと起き出したところの吉岡伝七郎とその連れの者は、 小屋牛場からの使いと聞き、また、昨日の熊みたいな顎ひげの持ち主かと気していると、思いの他な死者と、その死者の携えている白芍薬の枝を見て、いや、これは、こんな取り散らかしているところへ。と、ひどく恐縮顔をして、部屋の殺風景へ気を使うばかりでなく、自分たちのえもんや膝も、 にわかに改めて。さあ、こちらへ、こちらへ。六。小野牛の大殿から申しつかってきたものでございますが。お通は、借薬の一子を伝七郎の前に差し置いて。お開きくださいませ。ほう、このお踏み。 伝七郎は解いて、拝見いたす。一尺にも足らない手紙である。茶の味とでも言おうか、さらさらと墨も薄く。肥え尺、たびたび痛み入り騒浪。老生、あいにく先頃より風気味。年寄りの水花よりは、清純な一種の尺薬こそ、 諸君子の旅情を慰め申すにたるべく、存ぜられ候まま、花に花持たせて、お詫びに使わし候老追いごもりの実は、世の外に不幸を沈みて、顔を浮かみ出すも物うや五臨床、五臨床。石臭祭。伝七郎殿。他、諸大河。 ふんつまらなさそうに鼻を鳴らし、手紙を巻いて。これだけでござるか。それから、かように、大人のお言葉でございました。せめて、祖者の一服なりと差し上げたいのですが、家中無骨ぞ揃いで、心聞きたる者はいず、折り悪く、子息胸のりも、江戸表へ出布の折り、そりゃくあっては、 都の方々へ帰ってお笑いの種、また失礼。いずれまたのおついでの説にはと。ははあ。不審顔を作って。王せによると、石州ド殿は、何か我々が茶事のお手前でも所望したように受け取り取っておられるらしいが、それがしどもは部門の子、茶事などは解散のでござる。 お望み申したのは、石州祭殿のご健存を見、ついでにご指南を願ったつもりであるが。よう、ご承知でいらっしゃいます。したが、近頃は風月を共にして余生を送り遊ばしているおからだ。何かにつけ、茶ごとに託して物をおっしゃるのが癖なのでございまする。是非がない。と苦々しく。では、 いずれまた、最優の説には、ぜひともお目にかかるとお伝えください。と、伝七郎が、釈薬の枝を突き戻すと、お通は、あの、これは、道中のおなぐさみに、おかごなれば、かごの端へ、馬なれば、蔵のどこぞえでも刺して、お持ち帰りくださるようにと、大殿のお言葉でございましたが。何これを、土産にだと 目を落として、恥ずかしめられでもしたように、むっと色をなして。ば、バカな。灼薬は今日にも咲いていると言ってくれ。そう断られるものを強いて押し付けてゆくわけにもゆかないので、お通は。では、帰りました上、そのように。灼薬を持ち、腫れ物の公約を剥ぐように。 そっと挨拶して廊下へ出た。よほど不快だったと見え、送ってくるものもない。お通は、それを背に感じて廊下へ出ると、くすりと笑った。同じ廊下の幾間かを隔てた先の一室には、もうこの土地へ来て10日余りになる武蔵が泊まっていたのである。彼女が、 その黒光りに艶の出ている廊下を横に見て、反対に表の方へ出て行こうとすると、ふと、武蔵の部屋から誰か立って、廊下へ出てきた。7バタバタと追いかけてきて、もう、お帰りですかお通が振り返ってみると、上がるときにも案内に立ったこちゃちゃんである。 ええ。ご用が済みましたから。早いんですね。世事を言って彼女の手を覗いて。この芍薬、白い花が咲くんですかそうです。お城の白芍薬ですの。欲しいならばあげましょうか。ください。と手を出す。その手へ芍薬を乗せて。さようなら。 彼女は、軒先から駒の背に乗って、ひらりと、かずぎに姿を包んだ。またいらっしゃいませ。こちゃちゃんは、見送ってから、はたごの雇い人たちに、白芍薬を見せびらかしたが、誰も良い花だとも、美しいとも言ってくれないので、やや失望しながら、むさしの部屋へ持ってきて。旦那はん、花を好き 花窓に頬杖をついて、彼は小屋牛場の方を今も見つめていたのである。どうしたらあの大神に接近できるかどうしたら積集祭に会えるかまた、どうしたら牽制と言われるあの老流に一撃与えることができるかを、遠心的な目がじっと考えつめていた。 おう、良い花だな。好き好きだ。芍薬ですって。白い芍薬。ちょうど良い。そこの壺に刺しておくれ。値は刺せない。旦那半刺して。いやお前がいいのだ。無心が帰っていい。じゃあ、水を入れてくる。コチャちゃんは、 壺を抱えて出て行った。武蔵は、ふとそこへ置いて行った芍薬の枝の切り口に目を留めて、小首をかしげた。何が彼の注意を引いたのか、じっと見ていた果てには手を伸ばし、それを寄せ、その花を見るのではなく、枝の切り口を開かずに見ている。あら、あら、あら。 自分でこぼして歩く壺の水に、こう声をかけながら、コチャちゃんは戻ってきて、壺を床の間に置き、無造作に、それへ尺薬を入れてみたが、ダメだ、旦那はん。子供心にも不自然を叫ぶ。なるほど。枝が長すぎるな。よし、持ってこい。ちょうどよく切ってやるから。 コチャちゃんが抜いてくると、切ってあげるから、壺へ立てて。そうそう、地に咲いているように、立てて持っておいで。言われる通り、コチャちゃんは持っていたが、突然、キャッと言って、尺薬を放り捨て、怯えたように泣き出した。無理のないことであった。優しい花の枝を切るのに、 武蔵の切り方はあまり大げさであった。それは目に見えないほど早かったにせよ、いきなり前差しの小刀へ手をかけたと思うと、いやと鋭い声と、そして刀をパチンとその鞘へ収める音とほとんど一緒に白い光が小茶ちゃんの持っていた手と手の間を通り抜けていたのである。 びっくりして彼女が泣き出しているというのに、武蔵はそれをなだめようとはせず、自分の下切り口と元の切り口と二つの枝を両手に取って、うーん、じっと見比べているのだった。八。ややあって、武蔵は、ああ、すまないすまない。 泣きじゃくっているコチャちゃんの頭を撫で、心を砕いて、謝ったり、機嫌を取ったりして。この花は、誰が切ってきたのか知らないかもらったの。誰にお城の人に。小屋牛場の家中かいいえ、女の人。うん。では、城内に咲いていた花だの。 そうだろう。<laughs> 悪かった。後でおじさんが歌詞を買おう。今度はちょうど良いはずだから、壺へ刺してごらん。こうそうそう、それでよい。面白いおじさんと懐いていた武蔵が、コチャちゃんは刀の光を見てから急に怖くなったらしい。それが済むとすぐ部屋に見えなくなった。 武蔵は、床に微笑している芍薬の花よりも、膝の前に落ちている枝の根元七寸ほどの切れ端へ、まだ根も心も奪われていた。その元の切り口は、ハサミで切ったのでもないし、小塚とも思われない。幹は柔軟な芍薬のそれではあるが、やはり相当な腰のものを用いて切ってあるものと、 武蔵は見たのである。それも生さしい切り方ではないのだ。わずかな木口であるが、切り手の非凡な手のさえが光っている。試みに武蔵は自分もそれに倣って腰の刀で切ってみたのであるが、こう比べて細やかに見るとやはり違っている。どこがどうと指摘できないが、自分の切り口には はるかに劣るものを正直に感じるのだった。例えば、一個の仏像を彫るのに同じ一刀を用いても、その一刀の後には、明らかに名称と凡行ののみの違いがわかるように。はてな。彼は一人を思う。城内の庭周りの侍にすら、これほどな手腕の者がいるとすると、 ヤギうけの実態は、世間で言う以上なものかもしれない。そう考えてくると、謝っている。自分などは、まだ所詮、と、へりくだった気持ちにもなるし、また、その気持ちを乗り越えたものが、相手にとって不足のないものだ。破れた時は、潔く彼の足元へ降伏するまでだ。だが、 いかほどのことがあろう。死を期してかかるからには。闘志を飼って、こう座っているうちにも、全身が熱くなってくる。若い光明心が脈々とあばらのうちに張り詰める。が、手段だ。所詮武者修行のお方には、石州祭様はお会いなされますまい。 誰のご紹介をお持ちになろうとお会いになる気遣いはありません。とは、この宿の主も言った言葉である。胸のりは不在、孫の兵庫都市都市も縁国。どうしても、野牛を打ってこの土地を通ろうというのには、石州祭をめがける他はない。何か、良い方法は、 またそこへ考えが戻ってくると、彼の血の内をかけていた野生と征服欲はやや落ち着いたものへ帰って、目は床の間の清純な白い花へ移っていた。何気なく見ているうちに、彼はふとこの花に似ている誰かを思い出していた。おつうが久しぶりに彼の 荒々しくのみ働いている神経と素朴な生活の中に、彼女の優しい面差しが浮かんできた。9。小屋牛場の方へ、お通が駒のひずめを軽そうに引っ返していくと、やーい増木の茂っている崖の下から、 誰かこう自分へ向かって言うらしいものがある。子供、とはすぐ分かっていたが、この土地の子供はなかなか若い女を見てからかうような勇気のある子はいない。誰かと駒を止めていると。笛吹きのお姉さん、まだいるの真っ裸な男の子だった。濡れた髪をして、 着物は丸めて小脇に抱え込んでいる。それが、へそもあらわに崖から飛び上がってきて、馬になんか乗ってやがる、と軽蔑するような目でお通を仰ぐのだった。あら、お通には不意打ちだった。誰かと思ったら、お前はいつか大和街道で別スを書いていた長太郎という子でしたね。 でそ書いて嘘ばっかり言ってら。ほらあの時だって泣いてなんかいやしねえぜ。それはとにかく、いつここへ来たのこの間うち。誰とお師匠様とさ。そうそう。お前は剣術使いのお弟子さんでしたね。それが今日はどうしたの裸になって。この下の流れで泳いできたんだ。 まあ、まだ水が冷たいだろうに、泳ぐなんて人が見ると笑いますよ。行水だよ。お師匠様が汗臭いって言うから、お風呂の代わりに入ってきたのさ。あ <laughs> っ宿は綿屋綿屋なら、たった今私も行ってきた家ですね。そうかい。じゃあ、オラの部屋へ来て遊んで行けばよかったな。戻らないか お使いに来たのですから。じゃあ、あばよ。お通は振り返って。上太郎さん、お城へ遊びにおいで。行ってもいいかい彼女は愛嬌につい投げた言葉にちょっと自分で困りながら。いいけど、そんな格好じゃダメですよ。じゃあ嫌だよ。そんな窮屈なところへなんか行ってやるもんか。 それで助かったような気がして、お通は微笑みながら、城内へ入った。馬屋へ馬を戻し、石州祭の草案へ帰って、使い先の模様を話すと、そうか、怒ったか。石州祭は笑って、それでいい。怒っても捕まえどころがあるまいから、それでいい。と言った。 しばらく黙って、何か他の話のりに思い出したのであろう。尺薬は捨ててきたかと聞いた。旅宿の少女に与えてきたというと、その処置にも頷いて。だが、吉岡のせがれ伝七郎とかいうもの、あの尺薬を手には取ってみたろうな。はい、お文を解くとき。そして、 そのまま突き戻しました。枝の切り口は見なかったか別に。何も、そこに目を留めて言わなかったか申しませんでした。赤州祭は、壁へ言うように。やはり、会わんでよかった。会ってみるまでもない人物。吉岡も、まず、 憲法一大じゃ。